はい、こんにちは、サルフィンです。いきましょう。 QF98 アルティメットマッチオンラインの実況をしていきたいと思います。とりあえず招き猫やります。あとね、皆さんね、3周年、あ、なくなってる3周年イベント終わりか。右下にさ、階段みたいのがあったらしくて、そこに降りるとなんかね、ミルツとかとなんか戦えるみたいのがあったらしいんですけど、全く気づかなくて、今日これから撮ろうと思ったんだけど、終わってました。そして、もう一個報告しなきゃいけないことがありまして、私ですね、2周年イベントの時もやったんですけど、合言葉ですね、合言葉。あ、6万か。まあいいでしょう。合言葉っていうのがあったんですけど、合言葉の期間がね、2日だか3日、あ、見ずしですね。で、ぐらいしかないくて、なんか動画撮った時、実はまだ生きてたんですよね。てか、その日が最後だったみたいなんだけど、合言葉またやり損ねちったっす。なんか重いね。そういうとこだぞみたいなね。またアイテム腐ったよ。このアイテム欄にどんどん使えないのが溜まっていきますね。いや、まあ使えるんだけどね。なんか一応使って、なんかお金ぐらいにはなるみたい。まあ、もしくは売却するというかもできるみたいなんですけどね。千日のやつも、ここに置いてありますね。なんかね。これかな。これが2周年かな。2って書いてあるのが2周年で、これがね、多分3周年なんですよ。はい、合言葉が出るらしいです。もう出ませんが。合言葉出んのかな。出ても入力するとこはないんだよね。というわけで。やることになっちゃったな。招き猫だけで終わっちゃった。まあ正直このゲームね、だいぶ育成もサボってて、もうちょっとやろうなと思ってるとこはあるんですけど、いや、3周年イベント今日までじゃなかったんだっけ。昨日か。終わっちゃいましたね。ラッキーセブンみたいのもさ、なんか、やり損ねちゃってさ。あ、さ、ちなみにこれなんかさ、そうそう、ミッションがなんかね、ミッションがさ、結構、なんか見やすくなったのかな？なんか一応、なんか進捗率みたいのが下に出てる、活躍度か。っていうのがあるみたいでね。なんかまあちょっと前よりは、多分、もっと細かくいろいろできるようになったっぽいですね。はい。出入りがむしろ増えたんだね、いろいろとね。むしろなんなら育成とかも、まあ、いや、これで強制的にやれるかもしれないね。これを意識していくとね。私がサボりがちなとこが増えたんだったらやらざるを得ないかもしれないからね。まあ別に、そんな嫌がってるわけじゃないんですけどね。というわけで、あれ、なんか、消化不良でしたね。終わっちゃいました。まあ、招き猫、招き猫だけで終わっちゃうのか。せめてそれ見たかったな。見るしね、ちょっとやってみたかったんですけどね。残念。というわけで、またどっかでお会いしましょう。どっかでって。悔しい。まあね、ちょっともうちょっとね、時間取れたらね、このゲームはもうちょっと本意気で、あ、そうだ、よく見たらね、その狩りがなんかいつの間本みたいにあるんで、ちょっと狩りだけやりたら、狩りいっぱい使います。あ、待って、狩りの10連とかやったことない。ちょっと待って。あ、いや、中でこの1だけ使おうか。この10連。おお。おお。え、なに10連したらこれお得なんじゃない？これなんか覚醒石って書いてあって、なんか、覚醒石は絶対強いのついてくるね。お、ついてくるね。初めて見たわ。むしろ狩りはこんなに溜まることめったにないからね。いいね。覚醒石は絶対ついてくる。今、それともそういうことなのかな。まあ、いつも無料分しかほぼ回せないからね。これそう、10連した方がお得だったら、狩り10個貯めた方がいいかもしれないね。今度からそうしようかな。とか、ふと思いました。はい。というわけで、そう、覚醒石はね、結構ね、育成にかなり使うんですよね。なんか重いんだよな。なんで？なんかこのゲームさ、結構止まるよね。なんかさ、執事とかやった時もさ、クエストっていうか、そっちの方でやるとさ、クエストっていうのかなんていうの？イベントとかのやつ、なんかジープ破壊とかのやつをやると、絶対止まるんだよね、一回ね、こうやって。それちょっと気になりますけどね。なんか重いな。3周年でいっぱいいろんな人がプレイしてるのかもしれないね。サーバーに負荷がかかってる可能性。いいことのようなトーンなのかな。ちょっとなんか、最近重い感じするんだよな。このゲームね、そう。あ、この、ここも終わっちゃったね。左上のこのなんか、タワーのやつもね、終わっちゃったよね。
はい、まあ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 というわけでそんな感じですどんな感じやったんですけど、あ、そうだね、一応なんか任意受け取りのやつなんかねもらえるっぽいんですよね。助かりますけどね、あのだからなんだっけ、セブンアップじゃなくてあのなんかラッキーセブンでしたっけ、あれとかも自分が程よいタイミングで、まあ、全部終わらせて、まあ、最後にその受け取るよみたいなやつがあるんじゃないですか。それもなんか私受け取り損ねたんだけど、多分ねアイテムでもらってたっぽいです。助かりました。ただもっとやれるとこいっぱいあったんだよね。うん、ん、受注できるクエスト受け取り可能、バグってるね。任務未完成です。ん、これってさあれだよね、9時になったからもらえる分だよね。さっき受け取ったんだよね多分。バグってるね。受け取り可能になってるけど表示はもう一回受け取ってんのにねなんかあれかな、不具合が、うん、それともなんかあれ別の条件があるのかな。任務未完成って書いてあるけど、これ単純にログインのやつだよね。うん、へえ、ほう、うん、あ、そうだな、アイテム、あれが見たいんだ。じゃあ今度から鍵10個貯めようかな。それとも今のキャンペーンなのかな。アイテムもねかなりいっぱいあるんですが、なんだっけな、あのね緑色っぽいやつ、これか。これから3周年限定版のかけら箱、これ多分あれでもらえたと思うんだよね。多分違うかもしれないけどね、なんかラッキーセブンかなんかの名残じゃないけど、あれでもらったような気がしてます。あくまでもね違うかもしれないけどね。うん、というわけでちょっとねいろいろまたね やりきれなくてなんかちょっと消化不良なとこがあって、まあ自分のせいなんだけどね、なかなか時間取れなくてね。うん、まあ、いろいろやりすぎてるからってのはしますが、てかまだここ最近ちょっとね体調崩しましてね、私も体ねもうなんかなんていうのかな、もうね暑くてね、私のあんま環境が良くなくてね家のね、まあ、その辺はね徐々に良くしていこうということでね、でまあ来年ぐらいにはねもうちょっと落ち着くんで、多分ね、わかんない、もっといろいろやること増やしてそうですけど、少なくともまあ外で、ね、動いたりとかヘルニアがこれ以上ひどくなることは多分なくなると思うんで、まあいろいろやっていけたらなと思うんでね、このゲームはちょっとねもう少しね力を入れていこうかなと思ってます。神々さんません、終わります。さよなら。